ラット好きです。本日2回目の動画です。29日目のラットの赤ちゃんをパパさんと生活させてみました。特に喧嘩とか、あとは赤ちゃんたちがね、ストレスで不安になるっていう感じがなかったので、まあ良かったなと思ってますね。ちなみにここに16日目と14日目の、赤ちゃんたちのパパさんも一緒にいます。はい、ここに写ってるのがマルです。寝癖みたいに毛が散らかってます。ぐしゃぐしゃ。はい、ちなみにこのケージは4階建てになってます。だいたい10匹ぐらいで暮らしてます。で、トイレするところはね、1階のね、右端のあたりですかね、だいたい。で、あとの1階の残りの部分と鬼階はみんなの寝床です。で、3階の方はね、ご飯食べるところで、ご飯食べるとこでもあるんですけど、たまーに寝てますね、誰かがね。で、4階の方はおやつをあげると大体ここに集めてきます、みんなね。寝床ではなくて、多分宝箱なんだと思います、この形にとって。清潔で安全な場所ってことなんですかね、多分ね。綺麗好きなんでしょうね、いろんな意味で。汚れたくないものを一応置いとくっていう感じでしょうね、きっとね。はい、パパとツーショットです。かわいいね。このまんまこの子たちは一緒に暮らしていかせようかなと思ってます。ちょっとね、ケージは狭いんで、1日3時間からだいたい5時間ぐらい部屋散歩をさせてます。ね、ストレス溜まっちゃうんでね。部屋散歩の時は猛烈に遊びますけど、ケージにいる時はだいたい寝てるかご飯食べてるかどっちかです。ね、みんなお利口さんでありがたいです。そんな感じで、そろそろこの辺で終了にしたいと思います。見ていただきありがとうございました。ラット好きでした。